簡単なんですけど。ライブで見てファンになりました。嬉しい、ありがとう。ポニーテをほどいた方が可愛すぎて。本当？そう、ベレー帽も初めてかな。名古屋の瀬取りもお楽しみに。今日は12秒と。あなたにあげたいレモンジュース、チチチャン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 。時々ももが、もうが一個、そう、スモモモモモモみたいな難しい。3回続けてってみよう。どれどれのやつ、そのトットトット、ピッピュー、色ないけど、これ普通のリップ。あ、カメラガン見してた。写してちょって思いながらそしたら写してくれた熱々。あ、ポニーテール褒めてくれてありがとう。うちのお母さんとお父さんめっちゃ褒めてくれてて、ポニーテール気に入ってくれてるんですよ、パパママも。サーヤの写真集、私もびっくりしました。びっくりって、まあでも嬉しいお知らせでよかったですね。最後の決め顔、嘘、なんかやっとった。広島着いたの。おお、おかえり。ウインクしてたの映った？本当？映ったかなって思いながら。そうそうだ、いっぱいね差し入れもらったんよ。ちょっと紹介していこうかな、ちょっとだけ。ちょっとね、食べちゃったのがあるんよ。だから、だから、全部じゃないんですけど、全然。もちおまんじゅうはね、もうここにはないね。持って帰れるやつ、これ有名なやつ、名前忘れちゃった。お餅のやつ。おもちゃのファンの人とご飯して、お、何を話しているんだ、何を話しているんだなんじゃら餅、やばい読めない。通りもんね、通りもん。めっちゃ毎日広島で買えるんだ。あ、そう、なんかね、ひなさんから聞いた、どこにあるんだろうと思って。ちくしもち、ちくしもち、今日の買い物。あ、よかった、本当に。そういう、なんか私この間思ったんよ、なんかみんなライブ来てくれた後にそのご飯みんなで食べに行くじゃん。その時に、今日のももちゃんの表情ちょっといつもより良くなかったねみたいな感じだったらどうしようって3日前くらいに思ったんだよね3日前くらいにそう、にゃん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 、もっちゃん可愛いってコメント。嬉しい。良くなかったなんてことはなす、ほんまにありがとう。みんなみんないつも褒めてくれるけね、ちょっと心配性が出てしまいましたそう、ツイッターの写真可愛い。本当？やった。でも今日そのツイッターの写真撮ってくれた子がいるんですけど、言っていいか分かんないから言えないんだけど、そう、
撮ってくれた子がいるんです。お姉様のお父様、私のパパ？そう、前撮ったかも。サイン届いた？いいね。今日めっちゃ可愛かった。ありがとう。ありがてえ。じゃんじゃじゃんじゃんじゃん、はい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 、ちちちゃんじゃらちょちょん、はい。あ、そうだ、あのこれのしょ、これしか紹介してなかった忘れとったもんか。あとは友達しか見てなかった、嬉しいんだけどゲームゲーム。本当はなんて読むんだろうこれ、わかんないけど、なんかクロワッサンのお菓子みたいなやつと、美味しいさ、これ私家で作ったことあるけど、こんな綺麗な形できないやつ、美味しいよねこれ。あとはもう食べちゃったかな、カヌレとかもあったんだけど、これ食べるか迷う。でもこれね、ママも好きなんだよな。まあ帰りに買ってったらいいじゃん。そうだそうだ、明日帰りにママ用に買っていこう。髪型めっちゃありがとう。もうね、巻きが取れてしまったんですけど、今日は両方に編み込みがあって、それで巻いてもらってて、めっちゃ可愛い髪型をね夜してもらいました。昼もねストレートだったんですけど、食べよう。明日買って帰ろうかな、時間があったら。そう、ベレー帽は余っとったけん。そう。あ、カヌレはそう、食べてるやつ送ったわ。そうだそうだ。早口言葉もう覚えられんよ。どなっぽくない？嘘。ちゃちゃちゃーん。ちゃちゃん。大人っぽくて、そうかな、大人っぽかったかな今日。お疲れさん、お疲れ様。最近もつ MC もかった。そうやった、そう思ってもらえると嬉しいな。まだ下手くそやけんさ、おおとととっとって言っとったのに、どうしてとっとって取ってくれんかったのみたいな。やばい、わかんない。おっとっととってって言っとったのにまでしかわかんない。おっとっととっとっとと、もう覚えてないよ、こっから。なんだっけみたいな。お声よろしいですか。今はちょっと我慢しながら喋ってるのはあるけど、お前よりはマシだよ。わからん。このなんか台本が欲しい。早口言葉の。あれ見てたら、あれ見てたらさ。でも私昔やったことあるんだよな、それ。私多分福岡に住んどっても、あ、おっとっと。取っといてって言ったのに、なんで取っといてくれんかった。じゃあもっとあったよね、なんかもっとあったよね、なんか長いのが。難しい。
あ、おっとっととっとってって言っとったのに、なんでとっとってくれんかったとっとつづくもやばいよ、書いてくれてるのに全然わかんない、もうダメだ、もうか無理かもしれん、これ一生無理だよ。おっとっととっとってって言っとっ、おっとっとと、おっとっととっとってって言っとったの、言っとったとに、なんでとっとってくれんかったとって、あん終わりだ余裕。ちょっと福岡はすんね、言えないといけんわ、すんだら。おっと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 って言っとったのに、なんでとっとって、あん無理だもん。諦めももちゃん食べます。これなんやっけ、これ、あ、手についた手に垂れたんだけど、アルコールのさ、あのさ、消毒のさ、あのさ、なんだっけ、あ、除菌シート持っとってました、私。ナイス、ももかさん、手にビチャビチャーって開けた瞬間に垂れてきました。なんかね、お出かけするとき絶対この除菌シート持っていくんや、ね、大切。とっとってくれんかったと、とって、とっと、難しいね。食べたらいいの、そんな魔法があるんか、このお餅には。よし、これ、タレに。ひゅー。ひゅー。え、回線安定してる？みんな回線安定してないの？他の子ら。よいしょ、イエーイ。なんかさ、今日さ、たった一日泊まるだけなのにさ、なんかもう一人でやることがすごい寂しい。もう一人暮らし一生できん気がするわ。ライブ来ました、もーちゃん回数入れ気絶するとか、ありがとう。え、そう、スタンディングだったんですけど、今日スタンディングだったんですけど、座ったら目がめっちゃ合うんですよ、あの人と。あ、みたいな、あ、こんにちはっていうぐらい目が合うんですよ。本当は見たわけないじゃん、今日は見たくないよ、怖いもん。その誰かと一緒なら見たいけど、一人じゃもう今日寝れなくなるので見ないです。そう、そう、でもそう、目が合いやすかったです。いい高さ、あ、いや、粉が負けちゃう、これどう食べるんだい、ね、つながっとる、うん、どうやったらつながらないの。あ、いただきます。めっちゃ怖かったの、嘘、もうかね、本当にね、ホラーがダメなんですよ、本当にダメで、ね、でも実際幽霊を見たとかって言われたら見てないんです、一生、一生っていうか人生で一度もね。だからなんか別に見たとかじゃないのにめっちゃ怖くて、私は絶対にそういう怖い番組は見れなくなっちゃったんですよ。だからいただきます。うん、
美味しいわ、やっぱシティのメンバーの話を見てるけど、みんないい達成感今日はですね、なんと怒られてません。イエーイ今日はこれだから、なんだろう、いや別に褒められたわけでもないんだけど、なんか本当にちょっと一時期私はもう舞台っていうか、あのステージに立つのが怖くなっちゃったんよ。けどだいぶ回復してきて、そうね、今日はちゃんと揃えるところは頑張ってめっちゃ頭に叩き込んでめっちゃ練習してて、でプラスなんかこう自分の個性も欲しいじゃないですか。いつもこれ、え、全然いつもじゃないマジ本当にこの間が初めてレベル。そうで、なんだろう、その自分の個性プラスなんか揃えることも考えながらっていう感じでやれたのかなと思います。わー、パイナップルパイナップルだびっくりした。ドラガンさん、ドラちゃん、パイナップルありがとう。タワーだ、ありがとう。パイナップルありがとう。今日はいっぱい目があったのかなって私は思ってたし、私は見てましたよ。ありがとう。明日お礼させて、アスタカスのドラちゃんがいるとき配信ね。マイメロポーズありがとう。いつも手応えを感じられたのにおめでとう。ありがとう嬉しい、ありがとう。目がたくさんね、目がたくさん合いました。本当いっぱい見ててくれてありがとう。タマもありがとう。首も振ってとかってパイナップル、またお礼させてね、ありがとう。個性は大事に、え、個性は大事にする、なんだろうな、全部なんだろうね、個性は絶対消さないようにいつも思う。私の持ってるものはなくさないよ。俺はいつでもありがとう。首振りすぎると、え、うん、分からんなる、どこ見とるか分からんなる一瞬笑顔率高いですか？え、嘘？そうなんかな？目が、え、私結構今日ペンライトの方もどこも見て、みんなのこと見てたけど、どうかな？みーちゃんの個性好きですね、ありがとう。わかんないけど、どれが私の個性なのかわかんないけど、まあ、うん、そのわかんないけど、自分が持ってるものは性格とか全部含めてなくさないようにしたいなっていつも思ってる。
人っぽい表情も素敵で、ありがとう。遠くからだったけど可愛かった、ありがとう。あと2個あるよ、お餅がね。いただきます可愛かった、ありがとう。いた福岡のメールカフェしかあるかな、あったらいいなとは思ってるよ。明太子をねちょっとだけ食べると、あ、明太子も買って帰る。いや帰れんかな、買いたいんですけど。明太子も明日もしお土産屋さんに寄れたら明太子とこのお餅とかな、私の目的は。見て悪いか企みが。そう、群馬県では買えなかったんだよね。明太子絶対買う、もう絶対絶対に買うよ。配信終わった後はいつものルーティン、ちょっとゴロゴロしてお風呂。今日はお風呂頑張って早めに入る。今日前髪パリパリなんよね。めんべいねもらったんよね今日。もーちゃんどっちの、もちゃん明太子のねあったよ。明太子のお弁当が、私も最後の方に撮ったんですけど、昨日は何時に寝たかな、なんかね、あ、そう、昨日あと5分以内に配信終わって5分以内に、5分以内にお風呂に入るって言ったんですけど、その前に私思い出せる恋をしようが、自分のポジションはの2期生バージョンではなくて、私ふうさんのポジションなんですね、先輩バージョンの踊りの。もうそれがどうしても私覚えてるけど間違えちゃう癖がめっちゃあって、で間違えないまで終われまてんしてた。配信の後配信の後に間違えずに全部完璧に踊れるまで終われまてんを一人でしてました。でも今日はちゃんとできました、今日間違ってない。だからそう、5分でお風呂入れなかったんだけど、それをしてからその後にお風呂入りました。なんか今日の本番は大丈夫でした。なんかその先輩バージョンの踊りと2期生バージョンの踊りってなんかちょっとずつ違うんですよ。ほんのちょっとの差のとことかあって、なんかね、ちょっと本当にね、手の場所は一緒だけど手の形が違うかったりして、すごい細かくて私はすごいこんがらがってしまうんですよ、あれって。だから何分後に入ったかな、1時ぐらいに寝た気がするもん。くわ、そう、その逆に新しい曲を覚えるよりもそういうちょっとだけ違うみたいなのの方が覚えれない人なんですよね。お風呂で踊ってないよ。そうだ、今日さ
一部のあのなんか今日ねすごいローファー履いてたらすごい滑ってたんですよ。つるーんってで、パソーイきれないくらいののところで私がいつもスキップしてるところわかりますか？私がいつもルンルルンみたいな感じでみんなで何人かで走ってるところがあるんですけど、そう回るとこそこでズルって滑って、こけてはないんだけどズルって滑ってアンピのマイクにコーンってあの直撃してしまって、自分が軽くですよ、あのそのガンじゃなくてツルーンって、そう本当にあーってそれでトンみたいなゴンみたいな音が鳴ってしまって、マイクやけん、あーごめんってなりながら、そうそうごめんってなって、でも本当に今日ね滑りやすくてすごい何回もこけそうになりながら耐えるみたいなことがあって、例えばねなんかね、見た？見られてたの？私ゴーンってなってた顔やばかったでしょ、みたいあーみたいな、もう焦った顔してる、絶対アンピに後でごめんねって言ったら大丈夫だよってなったら、はしゃぎすぎたのか、うー滑ったの。もうあとなんかこう数えきれないくらいの最初の前を通るときに滑って、あのファンの方のところに落ちたらどうしようと思ってめっちゃそこはゆっくり行ったんですけど、その後に滑っちゃった。滑りやすいようにモップはかけんで、そうでもその結構そんな段差が高くなくても、あの舞台からボーンって落ちたら結構怪我しちゃうっていうのを聞いたことがあるので、そう慎重にね行ってたんですけど、慎重に行ってても滑っちゃったな。あ、ファンのみんなで守ってくる。こけたことはね、あのね今のところない気がします。でも滑ったりとかはあるんだけど、そうね、となんか思い出してよかったとかも結構急いで移動するとかがあって、ちゃ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 みたいな感じで結構移動が急がなきゃいけないから、それもちょっと怖かったので慎重に行ってた。今日は慎重デーでした。でもね滑り止めのやつをかけてくださってたりしてくれて、衣装さんが感謝感謝、いただきます。最後です。これつくし餅美味しいよ、めっちゃ。次は何食べ、食べさそうとされとる。もぐもぐ、気がなくてよかった、ありがとう、優しい。ヘタレの時ねみんなで一斉にこけるかもしれない。あのね、夜ご飯は食べました。さっきお弁当あっちで食べてた。もちゃんお疲れさん、浮き輪のもちゃんが浮き輪で持ってた。美味しい。これ暗闇でユミリンさんに背伸びして忘れもちゃん見られてた。これでしょ、都会で暮らすでしょ。あそこはなんか私の身長が低くて申し訳ないなって思うし、あの歌ってる歌割りの方が千穂さんなので私が低いからこう隠してしまうかもしれないと思ってなるべく高くするように頑張ってるんですけど、なんかちょっと身長がちっちゃくてなかなかね
うん、だからなるべくこう高くしようって思ってたの。こんばんこんばん。椅子引けないのか。じゃあこっちを。うん。これ倒れんよね。昔からおじいさん頑張った。ありがとう。ゆうさんお疲れありがとう。おじさん、おしゃありがとう。お疲れさん。ヤシの木、ありがとう。今日もあなたの笑顔が誰かを救うさん、ハートありがとう。福ちゃん、真珠ありがとう。ミミーさん、真珠ありがとう。テリーピーさん、真珠ありがとう。お疲れさん。ゼリーありがとう。タツパラさん、パラありがとう。カリアナは昨日の夜知った。そう、知ったんですけど、なぜか福岡メンバーじゃないのに選ばれてたからめっちゃヤーとか言って、あたかもなんか福岡出身ですみたいな感じしてたんですけど、高知県出身ですうん、そう、なんでだろうね。今日の福岡メンバーが3人だったんよね。そうだから1人混じってた。ヤー知ってた。うん、なんかやんちゃんがやーって言おうって言うから、え、やーって何って聞いたら、なんか、あ、そうやって使うんだよ福岡ではって教えてもらいましたでも最初やーってなんだと思ってうんってなってたやーみたいな。でも可愛い、やーやー。今日のおもちゃ色気がある、色気ある そう、いや気に入ってる。ダチョウダチョウクラブさん、確かに。色気とは、色気とは私にもわからない。あ、モノマネかと思ったん。もーちゃんの博多弁。何しゆうた？メンバーの子が、そうだね、みんな。片弁も可愛いよね、めっちゃ。むちゃんの声が可愛くて、やったね。色気を感じた、色気を感じた。本当ある？ないよ、もうか。ありがとう。とさべのお茶。なぜなぜ使いたい、使いたいんか。買いたいんか。
大人の階段だって本当。大人の階段登る。お姉ちゃんだった。なった？夏だとでもさ、そうなんかね。メイクつけすぎてスクショ。ありがとう。曲ごとに表情、意識してる。楽しそうに踊る曲とか、楽しそうに踊る曲とか、こう思いを伝える曲とか、いろいろなんかその時その時で決めて、それをのコンセプトにするのに楽しんでます最近は。写真とか見てもさ、ありがとう。性格は変わってないにゃん。変わってないにゃん。写真集いつ出ますか？まだ出ません。決まってません一切。今日はだるがらみの日。それな、なんかめっちゃ今日だるがらみなんだけども、みんなに。そうやん、いつの間に撮ってたね。それなんもかも知らなかったから、あれいつ撮ったんみたいな。名古屋で発表があって、あ、ないです、ないのないです。2期生でやんちゃんは目標叶えてるけど、もう全然ももはまだなんかもう写真集なんて足一歩も出てないぐらい遠い目標なので、もう遥か遠いところにこうこれぐらい眺めて、こんなこれぐらい遠い目標なので、そう、もーちゃん帰ってきてやったー。ありがとう。とりあえず山川、そうだね、山川ウェブ見て見て見て、見続けたら叶っちゃう。どう、こんな写真集。やばい、今日だるがらみでしてる。もうやばい、友達と話すみたいなノリで話してる今日。どう？わからん、なんか腹筋ポーズみたいな。友達感覚のもちゃん、友達感覚ももちゃん。テンション高い。でもね、実はね、家でこんな感じなんですよ。実はもう家でこんなんなので、今私は今家のももちゃんと思ってください。家にいる時のももちゃんはこんなん。ママに対してやばいよ、もうなんかもう変な、めっちゃなんか本当にね、みんなそうかもしれんよ、家におったら。けどなんかもう変な、めっちゃ変な踊りとかしてだるがらみしに行くんですよ。それの寝れるかわかんない今日。これはこれですけど、ママッセンもノリノリ、ママッセンはノリノリな時もあるし、はいみたいな感じの時もある。福岡、そうの、今福岡おるんよ。パパッセン、でもパパッセンもね、なんかテンション高いからね、結構なんか基本的になんか私の家族は結構冗談とかを言うような
感じの家族なんじゃないかなと思う。パパもボケだいす。パパさ、めっちゃ親父ギャグ言うようになってるんよね。けながしかったけど、いやもうね、慣れとるんよ、私のだるがらみに、お母さんは。年齢ばらして、全然怒られなかった。福岡行きたかったし、福岡またおいで。香港見たから寝れません。あら、私は寝れなくなっちゃうので見てない。だるがらみしすぎて、そう、だるがらみをしすぎて、そう、ももがめっちゃするから。ファッセンはそう、結構なんか冗談とかダンスとかよくしとる。ダンス、ダンスうまいとかじゃないけどやっとる。ももがあの振りを覚えてる時とかに踊っとったら一緒に踊っとる。全然振りは覚えてないけど踊っとる。パパはね、私は普通の振りなんだけど。次の話からぜひだるがらみ、え、いいの？だるがらみめっちゃね、だるがらみし始めるとしちゃうんだよね。姉ちゃんにもだるがらみ、いや、お姉ちゃんの場合はね、もうね、だるがらみされるからな、なんか、うん、だるがらみされるかも。引くかも。引くなよ。引くなよ。もーちゃんがパパちゃん振りを教えて。リズムに乗ってるだけ。お父さんは、あ、紙か、これ何かと思った、この線。手に持つか。こんばんは。結局アップいる？誰かもわからん。じゃん、目元。目元分かりやすいよね、結構なんか。チューされた気分。おもろい。もちゃん初めて見たけど惚れた。やったー、ありがとう。まつげね、上がっとるね、今日。誰もおちゃんお願いしようか、お話かい。いやいや、ベレー帽、似合ってました。やったね、もちゃんかわいいっす。
今日のメイク大人っぽくて確かに。ありがとう。んちゃんの声みたいですけど。よかったです。こんちくわ。おお、もう50分だ。びっくり。そう、今日はベレー帽しました。余ってたらしくて少しタイム。何がいいポーズ書いて書いて、どうしようかな。ももって言ったな。 ST のライブ2回目だったけど楽しかった。思ったより若かった。いやーありがとう、優しいね。ダルモモ、ダルモモって顔こういうダルモモ分かんない。激ウィング、超ブイコ。髪が、なんでそんなに影が本当床が滑って足でこんな顔な気がする。わかんないけど、そうわかんないかも。だるん、耳がひょこっと、そうちょっと出てる。あ、声がハスキーになってきた。うわあ。あ、治った。カツラハマ、カツラハマボス、ちょっとすごいかわいいじゃん。だろう、ほんとハリマヤポーズ、ハリマヤポーズ、かまぼこみたいになっちゃった。サインボールサインボールね、全然考えずに投げてる。持ち合わせなってもいいですか。待ってるよ、おいで。ラーメンポーズ、とっこつラーメン、明太子が、明太子ってね、新衣装とベレー帽よかった。本当？よかった。昼はベレー帽が落ちそうでね、あ、落ちると思ってたけど落ちなかった。福岡から帰ってき、福岡から帰ってきました。おかえり。おお、おお、ゆう、言ってお姉ちゃん。おつまみ。おつまみね、難しいよね。
日俳句の日、あ、だから俳句が作ってたのか。なるほどね。集める、そうなの。サングラスデイズの小物ね、ちょっと変えようかなって思ったんよね。ちょっとね、うちは浮き輪でかいんよ。浮き輪でかくて変えようかなって思ったけど、変えてなかった今日。俳句のファンの方への無茶ぶりね、考えて。長い夏は頑張る。浮き輪だとそう、結構ね、でかいんよ。言うそう。どこへのリボン、わかった？2個つけてた。2個、あ、ここに1個つけてて、夜はここにつけてた。おー、ドレスもももさんいいな。あ、なるほどね、私がつけてたのね。ほんとなの。雪やコンコン、あらゆるやコンコン、降っても降ってもどうちゃらこうちゃら。まだ夏やで。それね。ジングルベル、ジングルベル、鈴が鳴る。チュ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 でもさ、こうやって歌ってたらさ、それっぽく感じ？歌詞がわからん、歌詞わからん。もういくつ寝るとお正月、どうちゃらこうちゃらどうちゃらら、どうちゃらどうちゃらどうちゃらら、お正月ね。本当に歌詞がわからんかった。読まんといかん。いくつだ、そうだ、お土産をせずに買う。そうだね、どんどん季節がもうね、すぐ来るから、すぐ来るから。読むよ。13位のたかきさん、ありがとう。今日のもう大人っぽい衣装がドキドキ大好き、ありがとう、嬉しい、ありがとう。12のマピアノピザ、ありがとう。ベルボンお茶買いてた、ありがとう。またつけたらつけます。11の福ちゃん、ありがとう。福岡公演お疲れ様でした。小町は最高、ありがとう。ありがとう。10位のおもかろ侍さん、ありがとう。9のとしさん、ありがとう。おもかが世界で一番可愛くて大大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 好き、ありがとう。今日も言ってくると、毎日言ってくれていいよ。昨日も言った。8位も昔からお兄さん、ありがとう。7位のお疲れさん、ありがとう。6位の講師さん、ありがとう。2個のお疲れ様、配信で見てよ。次の長い年頑張ります、ありがとう。5位のゼータンさん、ありがとう。もう買いすぎた、今日もありがとう。見つけたよ、ありがとう、来てくれて。4位のユウさん、ありがとう。今日の昼夜公演配信見て応援してて、ありがとう。またカメラレスするね。3位のテリーピーさん、ありがとう。明日楽しい、3度目のスペアツだ、何のイベントだ。ありがとう。今ヒゲタンヒゲタンシュニーさん、ありがとう。ヒゲタンかわいい、推しになりたいと思う、推しにしてください。一のトラカンさん、ありがとう。今日は素敵な表情やダンスに見とれてたし楽しかったよ、ありがとう。またお礼させてね、ありがとう。デリボンさん、ありがとう。
月刊シュニーさん、ハートありがとう。あ、コマちゃんもありがとう。ジュリボーさん、ハートありがとう。マピアノッピーさん、ハートありがとう。マボロシさん、ライフありがとう。月刊シュニーさん、お花ありがとう。トシさん、ハートありがとう。高木さん、真珠ありがとう。カメラ能力すごかった、本当ありがとうございました。また話しましょう。おやー、おやすみなさい。バイバイ。バイバイ。おやすみー。出した。日曜日楽しんでねー。おやすみなさい。おやすみー。